はい、皆様、こんにちは。京都一番搾りのダベッキーです。2月16日に、京都では京都マラソンが開催されました。それで、ダベッキーの、フルマラソン歴ですが、このようになっておりまして、ほぼ毎年のように、マラソン、フルマラソンですね、出場しておりましたが、今年は去年とともに、ちょっと全滅してしまいまして、京都マラソンボランティアで、参加しておりました。で、2月15日ですね、京都岡崎にございます都メッセというこちら、場所でですね、まずランナー受付、ゼッケンを、もらいに行くっていうことをやらなくてはいけないんですよね。で、そちらの会場で、ちょっとお邪魔しております。で、一般の方でもこのようにして、入れるんですよね。で、いろんな、協賛企業ブース、それと飲食ブースが、ございまして、フルマラソンですね、東京マラソン、大阪マラソン、京都マラソンとか、いろんなフルマラソン、こういうふうに、ちょっと楽しいイベント会場みたいなふうになってまして、ランナーおよび応援する方々を楽しませてくれます。で、こちら、初っ端にございます、これ、京都の、企業ですね、ワコールさんございます。ワコール、いろんなこのスポーツウェアですね、CWX とかいうのが有名で、ナベッキーも CWX 持っております。で、機能性タイツとか言われてるやつですね。このようなものが、即売会ございまして、ゼッケン取りに来た時に、このように最新の、スポーツウェアを買うことができるブースがございます。それと、CWX、こちらワコールさんですね、このようにしてコース攻略ガイドとかいう説明も、行っております。で、今こちら見てる、テレビですね、先ほどの動画の会場を見ながら、解説してくれるという、ありがたい、イベント開催しております。で、こちら、東レですね、こちら滋賀県にございます会社、こちらもスポーツウェアとかのこのようにはタイツですね、販売している会社で企業 PR を行っております。で、佐川急便さん、これも京都の会社ですよ、佐川も。輸送とかね、運送の役目、しております。で、こちら、ノーベル賞も輩出した島津製作所さんのブースとなっております。京都らしい、撮影会場ですかね、なっております。こちら、そして東急不動産ホールディングス、ちょっとこれ何の、関係でね、京都マラソンに、協賛かなんかですかね、こういう、撮影スポット、ございます。あと SNS とかを介して何かやるといろんなものがもらえます。で、こちら、セレマ、こちらも京都の冠婚葬祭の会社ですね、ございます。こちらは企業イベントとして協賛しておりますので、ございました。続きましては、どこかな、第一生命さんですね。こちらのブースでは、こういうランナーサポートコーナー、いろんな、なんかフォーム、ランニングフォームとか、体測定とか、第一生命さんね、そういうのがお得意ですので、ここにもこういうふうな撮影ポイント、ね、記念撮影ポイントございます。だから、本当にランナーの方でも、このね、一般の方でも、こういうふうに楽しめるスペース、これが、起こしやす広場と申しております。で、こちらも有薬局グループで、オールスポーツコミュニケーションもいろんな協賛している企業ブースが多数立ち並んで会場を盛り上げております。あ、オムロンさんですね、こちらも京都の会社ですね、これもすごい有名な会社です。で、こちらのオムロンさんのコードレス低周波治療器ですね、なんかスマホと、連動してなんか使うらしいですが、すごく高かったです。欲しかったけど。で、こちら、あと京都トヨタさんですね、多分先導車とかそういうのをこちらの、トヨタの車が協賛していると思います。で、会場1階から3階の方に移りまして、こちら、京都の西陣織ですね、こちらで、お出迎えですね。すごい綺麗ですね、やっぱり京都以外の人からしたらね、こういう西陣織とかね、いいと思います。で、東日本大震災、復興支援の協賛している、京都マラソンですので、なんかこちらいろいろとブースございます。で、こちらの方も、コースですね、コースの紹介ビデオをこちらで見ることができます。
まあ、私はね京都ですからあの試し走り思想はできるのですけどね、他府県の人はやっぱりできないので、ああいうビデオがあったらすごいねあの攻略できると思います。でこちらにございます、あの水とかバナナとかなんかお菓子ありますが、こちらの給食、コース上で配られている、食べ物とか飲み物の紹介ですね。一応京都のねなんかメーカーですね、パンのメーカーとかお菓子メーカーが協賛してるので、なんかそこの京都の名産品パンお菓子等がこれもまあ食べ放題っちゃ食べ放題ですけど、まあ、走りながらねこんな食べてしまうと後でね吐いちゃいます本当にこれで続きましてですね、こちらフィニッシャータオル乾燥メダル、まあ、乾燥した時にねもらえるタオルと乾燥メダルですね。そして、はい、こちらの方ですね、乾燥メダルがございまして、こちらの首にかけるとこの、とこですね、そちらがなんか今年から今回からかな西陣織デザインとなっています。すごいこれでいいですね、欲しかったですね私もこちらが、まあもらえます、ね。はい、こちら、乾燥メダルは今日友禅か西上にじゃないな、今日友禅ですね。でこちらがフィニッシャータオル、これも1人ずつ、乾燥したらもらえます、乾燥してなかったらもらえませんのでね。はい、続きまして、京都の航空写真を、モチーフにしたこちら、コースの紹介ですね。こちらずっと 42.195 キロですね、京都のいろんなとこ、こちら嵐山の方ですねを横を突き切って、こちら天龍寺、左大文字とかあって、まあ、あと京都ね広沢の池とかね、金閣寺ですね、そちらの方仁和寺とか、まあ一応それに世界遺産とかね、あの国宝とか言われているそういうねお寺とか神社をこう横、ほんま真横通るんですよ京都マラソンというのはね。ですからやっぱり他府県の人からしたらね、京都大好きとかの人からしたらこれほんまね魅力的なマラソンなんですよね京都マラソンというのは。で最後、地点ですね、こちら大文字を見ながら、フィニッシュ地点平安神宮となっております。でここの、都メッセの会場も平安神宮のところにございますので、まあゴール地点ですね。で、あとこちら各、KBS 京都、毎日放送とかいうこのテレビ局のブースが、こちらにございます。去年ですが私 KBS 京都でちょっとだけね走るとこ映りました。それと、こちらですね、京都のスポーツ用品店さんがもうこちらこういう風に即売会やっておりますので、なんか買い忘れたなとか、あこれ安いなとか思ってね、こちらでお金を使っちゃってしまうというね一番危険なブースですね本当に安いからね、ほんまについ買っちゃうんですけどね、なんで同じようなねタイツやら靴やらね何個も何個も買ってしまうんだっていうかいうのがね、もうこれも仕方がないですけど、まあこういうとこは、あとこちらですね東日本大震災の、こちらブースとかございますし、あと東北ですかの方の、方がこういうふうに岩手とか宮城とかが、ブース来て、その郷土品ですか ね名産品とかをこういうふうに即売会、されているブースも、京都マラソンのこちら会場にはございます。こちらね気仙沼とか、あと仙台の鮭、こちらねもうまあその宮城県ですか仙台の方のね様々な、名産品がここで買えるとかいうね素晴らしいところですね。はい、はい、続きましてこちら裏千家に、のチャリティーお茶席ですね、こちらお菓子付きで500円で抹茶が飲めるブースとなっております。ちゃんとこう裏千家の方がねこうやって、お茶を立ててくれる、お茶が飲める、これやっぱり京都らしいね、おもてなしですねのブースとなっております。私もちゃんと抹茶ね作法とか知らないですけど飲みますのでね、すごい素敵ですね。で続きましてこちら京都マラソンの、イベントブース会場となっております。でここちらでですね、まあ後でちょっと森脇健児さんのマラソン攻略とか、あの本田美優ちゃんが出てきてね、なんかアルファステーション京都のラジオの、公開中継とかがここで行われる予定となっております。さて、続きまして皆様お待たせいたしました、おもてなし屋台広場となっておりまして、まあ屋台お食事処ですね、もういろんな食べ物がこう、
集まっているブースとなっております。で先ほど申し上げました通り、こちらの東北、東北地方ですねの、福島とか宮城の名産品もございますし、こちら京都岡崎周辺、まあ、この辺ね岡崎公園と呼ばれているエリアなんですね。その辺のブースも出しております。でこちら京都の、有名どころのお店がいっぱいございまして、もうほんま京都の尽くしですね。でこちらですね、佐々木酒造さん、俳優の佐々木蔵之介さんの実家でもある佐々木酒造さんのお酒がこちらで飲めると言ってますが、私バイクで来たのでね、お酒飲めないんでね、もう残念無念でございます。でもまあ私たまに飲んでます。でこちら、勝倉さん、もう有名な京都のとんかつ屋さん五つ、これも京都ねお寿司、あこちらすいません飛んでました。五つさん、これ京都のね押し寿司ですっごい有名なんですけどね、これ一つ高いんですよ。これ2000円か3000円するんですよね。でも2000円3000円で五つのお寿司食えるっていうのもね素晴らしいです。こちら焼肉の天壇さん、これも京都でめちゃくちゃ有名です。で、餃子の高杉、しつけひろさんですかね、これ王将だけじゃないんですよね京都は。で、こちらちょっとね知らないお店なので、なんかありました。でこちらのラーメン屋さんもめちゃくちゃ有名な京都のラーメン屋さんです。タンクマさんですね、これも、うどんとかね和食で有名です。ここのお店ちょっと知らないですね。で、ここのスペインバルさんもちょっと知らないですね。まあどこにあるのか、カマルカレー、私は知らない、有名なのかなもうそして次は、唐揚げ梅新さん、これもめちゃくちゃ京都で有名、新京国にもございます、ね、観光来た時でもすぐに食べます。揚げもカズかな、これも知らない。で、みんなお待たせの抹茶の、辻里さんですね、こちらの方も有名です。まあこのようにいろいろとあります。で、京都の、グアナソンのオフィシャルグッズコーナーね、このようにさまざまな T シャツやらね、京都のお土産物、グアナソンに関するねものね、それをいろいろとございまして、初めの頃は買ってましたけど、やっぱり関西ねお金がないので、もうこういうのを買うのやめておりましたし、今回はまあボランティアで参加ということですね、買わずに、終わっております。それと続きまして、こちら私前京都ハナリズでバスケットチーム、紹介しましたが、こちらにもちゃんとブースございます。京都のハナリズ、ですね、ちゃんと紹介されるブースあって、こちらのお隣ですが、京都女子プロ野球リーグ京都フローラのブースとなっております。京都はこうやって京都女子プロ野球ねやっておりますので、なぜか今年ね京都サンガのブース出てなかったんですね。すごいね、残念です。でこちらですね、やっぱお昼時行ったので、この牛テール大払い野菜カレーを、今回チョイスして食べました。でこちらのカレー辛くなかったんでめちゃくちゃ美味しかったです。さて、先ほどの、イベントブースですね、森脇健二さんと千葉雅子さんによる京都マラソン攻略説明トークショーというのがこちらございまして、森脇健二さんですね、一度私もお会いしてね、マラソンでもうセミナーを受けました。めちゃくちゃいい走る男です。さて都メッセはこの辺で終わりまして、こちら、ゴール地点ですね、最後のラスト 100m をちょっと紹介していきます。こちら左手が、平安神宮、右手が先ほどの都メッセのちょっと裏側になりますが、こちらの方もほんまに最後42キロ地点ぐらいですかね、残りあと 100m ぐらいですかね。本当にこういう風にして、まあ当日はまあこちら完全全面封鎖ね、車を1台も止められなくて気持ちよく走れる、気持ちよく走れるか、もうへたばって走ってるかどうかは知りません。はい、左手に見えてきました平安神宮です。もうほんと涙涙の 42.195km です。まあそして、気持ちよくねゴールを通過できるかね、もうほんま先ほど言いました通りヘペレケでね、もう足引きずって、なるかはね、皆様そういう思いで走ってこられた 42.195 キロ、制限時間が6時間、朝9時スタートで、終わるのが、午後3時、6時間制限の、マラソン、フルマラソンとなっている京都マラソンです。
はい、あちらは渡っていきます。これがラストの、直線、目の前に平安神宮の鳥居がございます。本当気持ちいいゴール地点です。後ろが平安神宮の本殿で、目の前が平安神宮の鳥居。こちらの石畳のとこをほんま涙涙の仕掛けながら42.195キロ、もうあと目の前に私が今走ってるわけじゃないんですけど、やっぱり2回3回ほど京都マラソン走ってて、もうここを気持ちよく最後もう沿道にいろんな人からねこれ拍手受けるんですよ。おってここでね、お疲れ様でした、おめでとうございます、お帰りなさいとかいろんなことをね言われながら、ほんまに走って最後のこのフィニッシュ地点、ゴールしていきますって言って私が走ってるわけじゃないんですけど、本当にねもう感動なんですよ。これ走った人しかわからないと思いますけど、おって、はい、もうすぐこちらがゴール地点、ゴールです。42.195キロ、お疲れ様でした。フィニッシュラインとなっております。で、こちらの周辺でですね、たまに京都市長さんね、が、お出迎えしてくれて、なんか握手したりね、記念写真撮らせてくれたりしてます。で、京都市長さんね、ずっとおられるんかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、こういう時にしか市長さんとね、握手したりね、写真撮ったりすることができないので、ね、ミーハーじゃないですけど、ちょっとね、何年か前は一緒に写真撮りました。で、こちらの方、平安神宮、このまままっすぐ行った時にね、先ほどの、フィニッシャータオルとか、メダルとかもらえるエリアとなっております。はい、長々とご視聴の方ありがとうございました。今回は京都マラソンのですね、前日のおもてなし広場、おもてなし屋台等をご紹介いたしました。で、今年は、こちら京都マラソン落選しちゃったので、ボランティアとして初めて参加いたしました。で、やはりね、ボランティアのね、皆様の協力なくては絶対にね、42.195キロ走れないんですよ。ほんでね、あと沿道の、皆様の応援もなければ走れないんですよ。ほんまにね、足が痛かったり、心がね、もう嫌だって、もうやめたいとかいう思いがあってもね、周りの沿道の応援とボランティアの皆様の応援があってこそ、そんたらもっと頑張ろうとかいうね、気持ちがすごいね、出てくるんですよ。これはやっぱり走ったものしかわからないんですけど、で、フルマラソンですね、すごいですね、42.195キロもよく走れますねとか言いますけど、そんなに難しいことなじゃないんですよね。実はね、誰でも走れます。で、誰でもっていうのはちょっと大げさかもしれませんけど、でも最低でもね、やっぱり6ヶ月ね、頑張ってもらったら、練習ですね、頑張ってもらったら、完走はできるとこまで持っていけます。絶対にできます。それは私が体で思ってとかね、やっぱり私も全然走れなかったのでね、それでずっとずっと練習してて、やっとね、こう走れるようになったので、まあ本当に機会があればフルマラソンですね、ボランティアでもランナーでもいいですから、一度ご参加してみてはいかがでしょうか。はい、長々とご視聴ありがとうございました。京都一番搾りの鍋っきです。また次の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。